ソフトバンク株式会社、今回24年第2四半期決算は営業利益プラス 5.7%。では、内訳は。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はソフトバンク株式会社株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は下がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ソフトバンク株式会社ですけれども、構造的にですね、年々純利益の成長をし続けるのが厳しくなっていく企業というふうに分析しています。はい、で、理由なんですけれども、ソフトバンク株式会社っていうのはほぼ毎年のように負債を増やし続けるんですよね。で、負債を増やし続けるってことはどういうことかっていうと、当然金利の支払い金額も増加し続けるということです。はい、というのもですね、80% 以上を当期純利益をですね当期純利益の 80% 以上を、配当とか自社株買いというので、とにかく株主にどんどん返すんですよね。で、それで回ればいいんですけど、実際足りないということで、借り入れとか社債で資金調達をするということで、子会社だからこその、謎の資金調達法ということですよね。もし自分たちで稼いでる利益だけでどんどん未来に対して再投資というのをしていくということであれば、はっきり言ったらグループの外部にですね、余計な金利っていうのを支払わなくて済むんですけど、実際儲けました、だけど株主に返します、お金足りません、借り入れをします、社債を発行します。なので、どんどん外部ですよね、例えば金融機関、銀行などにお金を、無駄な費用という形で払い続けているということで、謎の資金調達法をずっと続けている会社、それがソフトバンク株式会社ということです。はい、なので、ソフトバンク株式会社の営業利益率ですね、だから売上に対する営業利益の割合、営業利益率と売上に対する税前利益の割合、税前利益率の差というのを見ていったときに、2018年はですね、本業の営業利益率、売上に対しての営業利益の割合が 17.8% でしたと。で、それが2023年は 17.9% ということなので、ほぼ横ばいプラス 0.1% ということですよね。はい、ところが税前利益に関して言うと、売上に対しての2018年は 11.2% の利益率だったのが、2023年は 9.0% ということで、税前利益の利益率の方だけが 2.2% 下落しています。はい、なの で結局本業の営業利益の割合、営業利益率と税前利益の割合、税前利益率の差というのを見たときに、2018年は 6.6% の差ということですよね。ちなみに普通の会社だったらこれゼロなんですよ。なんでかっていうと、ほとんど、銀行からの借り入れっていうのの、金額が小さければ、はっきり言ったら利払いの費用っていうのも小さいので、だから営業利益の額っていうのはほぼほぼ税前利益の額になる方が普通だし、ってことは当然利益率も営業利益率と税前利益の率っていうのはほぼ同じ金額が同じパーセントになる方が圧倒的に多いんですよね。だから本業で例えば 17.8% の利益率です、だったら税前利益もですね 17.8% の利益率です、だから差がゼロという場合が多いんですけど、ソフトバンク株式会社の場合は他の企業に比べて圧倒的に負債比率が高いので、だから結局本業で儲けたとしてもたくさん金利を払って税前利益率が大きく下がって、で2018年は 6.6% の差ということですよね。で、それが2023年になると 8.9% ということで、さらに拡大している。要するにですね、金利の支払い負担っていうのがより大きくなっているということです。はい、で、このようにということで、債権者のために懸命な仕事をし続けるソフトバンク株式会社はですね、利払いの上昇以上に営業利益っていうのを上昇させ続ける必要がある、下りのエスカレーターを駆け上がっているような企業ということです。だから利払いが
ですね、毎年毎年重くなるわけですよ。でその重くなる以上に本業の営業利益っていうのを増やし続けないといけないということですね。はい、しかもですね、エスカレーターの速度っていうのはですね、これ年々上昇傾向ということで、はい、アベノミクスで異次元の金融緩和っていうのをやってた時のですね、10年ものの国債っていうのは利回りが 0.25 という数字だったわけですけど、今直近で 0.87 ということですから、はっきり言ったら異次元の金融緩和の頃からすると、金利が約3倍ぐらいに上がっているということですよね。でそうした時にやっぱこう借り入れとか社債っていうのはそれぞれのですね、はっきり言ったら条件っていうのが個別であるわけですけど、例えば個人がですね、住宅ローンを固定金利で35年ですよね、例えばフラット35とかっていうことであれば、はっきり言ったらあんまり大事じゃないんですよね。要するに毎年毎年たとえ外部環境で金利が上がっていったとしても、いや自分は毎年毎年固定金利でね、結局35年で住宅ローンを借りてるんで、だから外の金利上昇があったとしても影響ありませんという場合もあるわけですけど、それってはっきり言って例外ですよね。フラット35って相当特殊な金融商品ということになるわけです。普通は変動金利っていうことで、結局外の外部環境の金利のですね、が変動したということであれば、結局例えば払わなければならない金利、銀行とか金融機関に払わなければならない金利っていうのも、変化していくっていう方が多いわけですよ。だから外の、結局金利っていうのが上昇するということになると、例えば銀行などの金融機関に対しての金利の支払い、利払いっていうのが大きくなっていく、はっきり言ったら負担が重くなっていくっていう場合が多いわけですよね。だからソフトバンク株式会社みたいに非常に負債比率が高い企業にとっては、この金利上昇っていうのは大きな脅威になるということです。はい。ゆえにですね、ソフトバンク株式会社っていうのは構造的にですね、年々純利益の成長する状況が厳しくなる企業ということです。はい。だからソフトバンク株式会社にはですね、毎年のように利払い費用を超える営業利益の成長っていうのが求められますということです。はい。でここまでを踏まえた上で、ソフトバンク株式会社ですけれども、今回24年第2四半期決算ということで、はい、本業の利益、営業利益は昨年対比でプラス 5.7% という数字を発表しています。はい、ではですね、内訳はどういう内訳だったのかということなんですけれども、はい、大きく5事業ということで、一番上は消費者向けのですね、主にスマホをですね、スマホに関する通信料金を受け取るですね、消費者向け通信事業ということです。はい、だから例えば毎月毎月のですね、スマホを利用してもらうことによる通信料金であるとかですね、あとは電気を売るっていうのも、この事業の中に入っていたりします。はい、あとはもう単純にスマホのですね、端末を販売するとか、こういった事業ということになりますけど、一番中心はやっぱり毎月毎月月額で払っていただく、消費者から払っていただく通信料金というのが一番中心ということですよね。でこちらの方が、通信料金の平均単価っていうのがまだ下がり続けているということで、マイナス61億、昨年対比で61億利益が減ってますということです。はい、で2番目は法人向けということなんですけど、法人向けにですね、例えばスマホの契約を取ったり、もしくは固定回線の契約、これは NTT のですね、光回線の販売代理店という形で、ソフトバンクが NTT の固定回線っていうのを、はっきり言ったら代理店という形で売るというのが入っていたりとか、もしくはもうはっきり言ったら法人にコンサルをしたりとかですね、もしくはそのシステム構築みたいなのを最後までやって、いわゆるソリューションというふうに呼ばれている事業ですけど、コンサルっていうのはこういうですね、例えば風にすればいいですよという、ある意味、提案ということですよね。例えば法人が持っている経営課題っていうのを解決するには、こういう風に解決すれば解決できますよという経営課題の解決策っていうのを提案するっていうのがコンサルですよね。でソリューションっていうのは、最後その課題の解決までやるということです。はい、だから例えばソフトバンクみたいな通信会社ということであれば、例えばシステムをですね、最後納品して、なおかつその納品したシステムっていうのをですね、保守管理
管理っていう形で、まあ、ずっとその企業に関わり続けるということで、まあ、最後実装して、まあ、経営課題を解決するためのシステムを実装して保守管理をやるっていう、最後までやるっていうのが、まあ、ソリューションというふうに呼ばれてるわけですけど、まあ、このソリューション事業とかっていうのが法人に入っていますということですよね。でこれがプラス107億昨年対比で利益が増えましたということです。はい、主にですね、まあ、はっきり言ったらそのスマホの回線とかもしくは固定回線 NTT 回線の代理店っていうよりもソリューションの方が、まあ、はっきり言ったら利益という意味では伸びているという状況になっています。はい、それから流通業ということで、これは実はソフトバンクの素業ですよね。ソフトバンクっていうのは文字通り最初はパソコンソフトの流通業だったわけです。はい、だからパソコンソフトを仕入れてパソコンソフトを売るという、まあ、そういう事業ですよね。まあ、いわゆる素業に関連するものです。はい、だからソフトバンクっていうのは例えばアメリカのマイクロソフトとかっていうのとすごくまあ付き合いが長いんですよね。もともとそれはマイクロソフトとかのパソコンソフトを仕入れて、でパソコンソフトを売るというところから、まあ、ソフトバンクっていうのは始まっているので、まあ、いわゆる素業ということになります。はい、ただまあ売るもの、要するに仕入れて売るものっていうのが、まあ、最初の素業は例えばまあマイクロソフトのパソコンソフトだったっていうのから始まって、今だったら例えばクラウドですよね。なのでマイクロソフトの例えば Azure だとかですよね、もしくは例えば Amazon の AWS だとか、まあ、そういうのを仕入れて、まあ、日本で売るとかですね、もしくはもうソフトですよね、まあ、いわゆる 今実際たくさん使われているソフト AI 人工知能関連とかのソフトっていうのを仕入れて売るという、まあ、そういう流通業ですよね。まあ、ソフトバンクの素業事業ということになりますが、まあ、こちらの方が、まあ、昨年対比で利益がプラス12億増えましたということです。はい、そして広告通販ということで、まあ、これは会社で言うならば LINE ヤフーということになります。はい、なのでまあ LINE ヤフーのまあメインっていうのは広告事業っていうことになりますけれども、まあ、グループの中にですね、まあ、ZOZO とかアスクルとかっていうのも入っていたり、もしくはヤフーショッピングっていうのをやっていたりするので、だからまあ広告事業もしくは通販事業、まあ、LINE ヤフーグループの事業ということになります。はい、こちらの方がまあ昨年対比で利益っていうのがプラス238億増えてましたということです。はい、そして金融っていうのはこれはまあ主にペイペイということになりますけれども、まあ、ペイペイは依然として赤字ということで、昨年対比でさらにまあ赤字が拡大でまあ69億ということですよね。まあ、ソフトバンク株式会社にまあ連結したということによって、まあ、ペイペイの分赤字がですね、ソフトバンク株式会社の赤字、金融部門の赤字が拡大しているという状況になっています。はい、ただですね、まあ、広告通販、まあ、いわゆる LINE ヤフーのまあ利益っていうのが昨年対比で238億増えているという数字になってるんですけど、まあ、そのうちの104億っていうのは、まあ、事業譲渡益という会計上の一時益を今回は計上しているということです。はい、だからまあ LINE が持っているですね、 AI 関連の事業、まあ、人工知能関連の事業っていうのを同じ LINE のですね、まあ、グループ会社にですね、まあ、はっきり言った事業を譲渡してるんですよね。でそれによってまあ LINE がですね、まあ、その関連会社にまあ事業を譲渡したっていうことで、まあ、結果的にはですね、まあ、一時益というのをまあ得てるということです。要するに純資産が小さいですね、まあ、事業をですね、まあ、はっきり言った関連会社に売って、それでまあ小さな純資産が小さな会社を売ることができたということで、まあ、譲渡することができたということで、まあ、会計上の一時益っていうのをまあ104億計上しているということですよね。まあ、これはだからはっきり言って、まあ、投資家からすると考慮する必要がない、まあ、今後5年10年15年のまあ投資対象という形で、まあ、企業分析する意味ではほとんどまあ考慮する必要がない数字が104億含まれてますということです。はい、なので、まあ、実質的にはですね、まあ、広告通販っていうのは、まあ、昨年対比でプラス134億っていう数字で、まあ、見る必要があるということです。はい、すなわちですね、まあ、通信料金の値下げっていう影響をですね、まあ、法人向けのソリューションですよね、まあ、こちらの方ははっきり言ったら利益として伸びてますということです。あとは、まあ、はっきり言ったら、LINE ヤフーグループなんですけど、実際数字で、まあ貢献しているのはですね、まあ、通販の方の、まあ、ZOZO とかアスクルっていうのは、まあ、昨年対比で好調ということで、まあ、この2つの法人向けと通販がまあ補った決算ということが言えます。はい、要するにですね、まあ、主力のですね、まずソフトバンク株式会社の消費者向け通信事業っていうのと、あと LINE ヤフーの主力である広告ですよね。だから LINE の広告事業、ヤフーの広告事業っていうのははっきり言って伸びてないということです。はい、で正直ですね、まあ、なんとも力強さに欠ける決算ということで、まあ、増益は増益だったんですけれども、
実際一次益を除いたらですね、まあ、昨年対比でプラス 3.4% ぐらいの数字ということで、じゃあその3プラス 3.4% ぐらいっていうのは何でですかと言ったら、まあ、はっきり言ったら法人向けのソリューションとでアスクルと ZOZO ということなので、じゃあ主力のソフトバンク株式会社の消費者向け LINE ヤフーの広告事業、もしくは LINE のですね、ヤフーのですね、まあ、ヤフーショッピングとか、まあ、そういう主力が伸びてるっていうわけじゃないので、まあ、なんとも内容的には力強さに欠ける決算だったということです。はい、であればですね、まあ、ソフトバンク株式会社は長期になればなるほどやっぱり下りのエスカレーターの速度上昇がきついというふうにまあ分析しています。まあ、金利の支払いっていうのだけはこれは確実に毎年ですね、そもそも負債の金額を毎年のように増やし続けるので、負債の絶対額が増えるっていう意味プラス今度はですね利上げというまあ影響も受けるということになると、まあ結局ソフトバンク株式会社が毎年毎年債権者に払わなければならないその金利負担のまあ上昇っていうのが一番影響としてはきついんじゃないかというふうに分析しています。はい、よって、まあ、ソフトバンクをですね、まあ、一旦まとめていくと、はい、まあ、ソフトバンク株式会社は今回の決算は、まあ、増益決算でしたということですね。はい、なんでですかって言ったら、それは法人向けのソリューション事業ですよね。まあ、結局システムの実装して、まあ、その後保守管理をするっていうのが伸びているということと、あとは、まあ、子会社というよりは、まあ、孫会社、ひ孫会社みたいな状態になってますが、まあ、その、まあ、ZOZO とかアスクルっていうのが、まあ、グループに対して利益貢献していますということですね。で、肝心要の主力のですね、まあ、ソフトバンク株式会社自身の消費者向け通信事業と、あとは LINE ヤフーの広告とかですね、まあ、こういったものっていうのは伸びてませんということです。はい、であれば、まあ、負債と金利支払い増加傾向のソフトバンク株式会社が、まあ、最終の当期純利益で成長し続けるっていうのはやっぱり長期であればあるほど厳しいというふうに分析しています。はい、であればソフトバンク株式会社利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということですけれども、 7.6 兆円になるということですね。はい、では株式市場の評価であるソフトバンク株式会社の時価総額はいくらで評価されているかということですが、 8.5 兆円で評価されていますということですね。はい、すなわち企業価値 7.6 兆円に対して時価総額は 8.5 兆円の評価なので、はい、割高ということです。価値に比べて時価が高いということですね。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、ソフトバンク株式会社今後の株価はですね、1766円が1577円まで下がるというふうに予想します。はい、ということで今回はソフトバンク株式会社株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は下がるというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということですね。はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね。はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。AI 革命 2.0 ということで、広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう